皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法 More than the most、 この練習問題をやっていきます。綴りが長い単語、ね、この場合は More とか the most を使って比較級や最上級を作りましたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文に合うように英文を完成しましょう。こういう問題です。括弧1、サッカーはブラジルで一番人気のあるスポーツです。人気があるというのはポピュラーでしたね。で、一番というんですから、最上級を使います。ポピュラーの前に the most をつければいいんですね。ですから、サッカー isThe most popular sport in Brazil という場所が来ますから前置詞 in を使って in Brazil。 サッカー is the most popular sport in Brazil、ね、サッカー is the most popular sport in Brazil。 これで英文が完成しました。2番です。愛はお金より大切です。何々よりですから比較級を使いますよね。大切というのは important でしたから important の前に more をつけて Love is more importantで、ザをつけて、than money。Love is more important than money. Love is important more than money.、ね、Love is more important than money. こうなります。括弧3番。この質問は5問の中で一番難しい。一番ですから最上級を使いますよね。で、難しいというのは difficult ですから、difficult の前に the most をつけます。This question is the most difficult で、5問という数が来ていますから、前置詞は of を使って of the five。This question is the most difficult of the five. This question is the most difficult of the five. これで、英文完成しました。四角の2番です。括弧内の語を並び替えて日本文に合う英文を作りましょう。こういう問題ですね。括弧1、ユミはクラスの中で一番人気があります。で、ユミはクラスの中で一番人気がある。まず主語は、ユミはですから、ユミから始まりますね。で、ユミ is、 まずこう来ますね。ユミ is、 一番人気があるんですから、the most を使って、the most、 the most 人気があるは、popular ですね。The most popular in our class. Yumi is the most popular in our class. Yumi is the most popular in our class. これでユミはクラスの中で一番人気があります。という意味の英文が出来上がりました。括弧2番、この本はあの本より役に立ちます。この本はあの本より役に立ちます。主語は、この本はですね、単語を見ていくと、useful, that one, is, more, this book, than, こうなっています。主語は、この本はですから、this book から始まりますね。This book
ですね。 more 役に立つは useful ですね。 useful than ですね。 more なんとか than ですからね。 than。 そして that one、This book is more useful than that one. This book is more useful than that one. これでこの本はあの本より役に立ちますという意味の英文が完成しました。今回は more than the most を使った練習問題を解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。